ならば地球よ、旅立つ船は宇宙戦艦ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ、運命背負い今飛び立つ。必ずここへ帰ってくると、手を振る人に笑顔で答え、みんなを離れイスカンダルへ、はるばる望む宇宙戦艦ヤマト。古代、直ちに命令に従え。長官は、長官はあの艦隊のことをご存知なんですか？無論だ。いいか、これが今度こそ最後の警告だ。もう一度繰り返すぞ。直ちに進路を変更し地球へ帰還するんだ。拒否すれば総攻撃を開始する。砲台、返答はどうした？命令を拒否します。そうか、分かった。君たちがそのつもりならこちらとしてもやむを得ない。このままヤマトが進路を変更しなければ、あの艦隊は自動的に攻撃を始めるようプログラムしてある。5分だ、5分だけ猶予を与えよう。まさか長官があんな艦隊を差し向けてくるなんて。嘘をついているな、参謀長は。え？本当に長官の命令だというのなら、どうして長官本人が通信に出てこないんだ？それに聞いたことがあるんだが、無人艦隊は参謀長の直属であるらしい。それじゃあ参謀長の独断で？そういうことだろうな。古代、相手があれじゃ何を言っても無駄だ。一戦交える以外に道はない。しかし真田さん、たとえ相手が無人艦隊とはいえ。やるんだ古代。コンピュータで完全制御された艦隊に感情はないぞ。容赦なくヤマトを沈めにかかってくるだろう。お前はアンドロメダとも土方艦長とも砲火を交えようとしたんじゃなかったのか。お前にはそれだけの覚悟があったんじゃなかったのか。わかりました。総員戦闘配置。艦長代理、その前にこれを見てください。この先に小惑星帯の軌道から外れたアステロイドの大きな壁があります。迂回ルートはありますが、そちらに進むと無人艦隊の射程圏内に飛び込むことになってしまいます。十字砲火を食らうことになるわけか。それだけは避けたいな。新米、すり抜けられそうな隙間はないのか？はあ、残念ながらなさそうですね。アステロイドを突破しよう。突破ですか？これを見ろ。同じアステロイドにも各岩石が大きくて密度の濃い部分と、逆に小さくて密度が薄い部分とがある。便宜上これを大アステロイドと小アステロイドと呼ぶことにしよう。この小アステロイドの部分なら各岩石を回避しながら進めるはずだ。でもそれでも小アステロイドとの衝突でかなりダメージが。回避操縦の腕次第ということだ。第二艦橋の緊急操舵席ならここよりシビアな操舵調整が可能です。アステロイドを通過するときだけ緊急操舵席を使えばなんとかなるかもしれませんね。僕にはとても無理ですね。精密操舵や旋回軌道操作は島さんの方が格段に上ですから。頼みますよ島さん。
人には向き不向きというものがある。俺だって太田の補助エンジン出力調整のうまさには舌を巻くぜ。おそらくヤマトの最大速度を出させたら太田の方が俺より速いんじゃないかな。スピードじゃ太田にかなわないよ。精密操縦型の島、ちょとつ猛進型の太田というわけか。なんかイノシシみたいですね。そうさ、イノシシだよ。お前はひどい言われようですね。よし島、回避行動は頼むぞ。あ、任せておけ。その代わり戦闘班は無人艦隊への応戦をしっかり頼むぞ。現在の位置関係から推測すると、うまくアステロイドを越えさえすれば相手は一隻ずつしか追ってこれないことになる。いいぞ総員、戦闘配置。はい、ということで、続きやっていきましょうか。はい、無人艦隊を撃退あるいは突破せよということでね。これね、ここが難しいんですよ、このステージ。この無人艦隊がね、強い。まあ、スペックがどうなのか、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、まあ、デザイン的には、巡洋艦と主力戦艦の、まあ、形してますからね。了解、紹介に移る。だからそれと同じ、同等のスペックだったなら、これはね、ヤマト一隻だとね、分が悪いですね。やっぱ波動砲を使わないっていう縛りがあると、マークされた中域の紹介に、難易度はかなり上がってくるかなと思います。了解、紹介に移る。でですね、まあ、前回の動画と今回の動画の間で、ちょっと攻略本を、まあ、買って、一応その、A ランクは、そんな無理して取ろうとは思ってないんですけど、まあ、どうやったら、A ランクが取れるのかなっていう、まあ、知識はね、知識として入れておこうかなと思って、買ってみて、でちょっとね、読んでみたところ、これはまあ、真田さんの言う、そのアステロイドに向かわなくて、左に向かうっていう手もあるらしいですね。で、やっぱりその敵を殲滅したら、それだけなんか評価が高くもらえるらしくて、それであえて左に、その、まあ、周回プレートがね、そういう時の場合は、まあ、左に回って、あえて戦いに行くっていう手もあると思うんですけど、まあ普通にね、そういう考えない限りは、これはもう真田さんの言う通り、おとなしく右に旋回して、まあ、島を緊急操舵室に配置して、なるべくダメージが少ないようにアステロイドを越えていくという感じですかね。で今あえて、これ多分初めての試みなんですけど、コスモタイガーの山本をちょっと山本に引きつけさせて、その間にこう右にね進んでいくっていう、作戦ですね。で、いや、 やっぱりね、こちら相原、このステージ、マークされた中域の紹介に直接戦うのも難しいんですけど、コスモタイガーがやっぱ強くて、この 同じマスに入ったら 3D 戦闘画面に入るじゃないですか。それで、まあ、戦ってみたら、この巡洋艦クラスの艦隊にはコスモタイガー強いんですけど、この主力戦艦の、シルエットしたこの無人艦隊とコスモタイガーだと、なんかね、主力戦艦が対空性能も濃くて、それにちょっとねやられがちなんですよね。だからなるべく巡洋艦クラスとコスモタイガーを戦わせるっていう。そうなんですよ、ここで出てくるんですよね。あ、前方に反応、別の無人艦隊が出現しました。別動隊か、木星までの進路を塞ぐ気だな。落ち着け古代、あれを突破すれば木星はすぐそこだ。敵が急速接近、これより応戦に移る。あんまりこういうの繰り返すと 3D 戦闘画面をこう通常の速度で繰り返すとだれると思ったんで、2倍にはしてるんですけど、
なんかね、見た感じだとその巡洋艦クラスに艦橋のとこがなんかあのデザイン変わってるのかな、なんか丸い円盤みたいなのがついてるんですけど、これでなんか制御してるんですかね。でも面白いですよね、あのさらばのシリーズの時点でもうこの無人艦隊について言及するっていうのはちょっと面白い発見だなと思って。まあ、この布石がその次回作のまあ雪風海とかに繋がってくると思うんですけど、もうかなり無人艦隊について触れていくんですね、このサラバの方がシリーズの時点で。ちゃんと戦力になってるっていうかね。だからこの無人艦隊が、後にガトランティスが攻めてきた時に、どう活躍するのかっていうのも、見どころかなと。まあそういう局面があるのかわかんないんですけど、強いですもんね、その普通に戦ったらヤマト一石でもかなりね、ヤマト一石とこの無人艦隊戦わせたら結構きついんで。あ、今ですね、これ何やってるかっていうと、もう一点突破、その今巡洋艦クラスのこの目の前を、突っ切ってやろうっていうコンタですね。そのためにはもうここちょっともう食い破れみたいな。それでまあ古代と南部を、艦砲制御室に、割り当ててます。古代を、艦砲制御室に、向かわせたらヤマトの手法の威力が上がるんですよね。で南部さんをこちら相原、向かわせたら、マークされた中域の紹介に移ってください。了解、紹介に移る。だから面白いのが、面白いと思ったのが、この島と太田と逆なんですよね。島と太田はなんか精密機械の島、精密操縦の島、ちょっとつ猛進型の太田ってな、島田さん言ってたんですけど、攻撃面ではまあその逆で、南部さんが精密なんですよね、その、精密、っていうか、射撃性能。で、古代は威力を上げる。確かに、南部ってそういう射撃の名手っていう設定ありましたもんね。敵を捕捉した。これより攻撃を開始する。設定って、旧作からあったのかな？そこがちょっとね、僕、わかんないんですけど。まあ、一つ有名なのが、何でしたっけ、奇襲隊ですよね。奇襲隊で南部さんが手法で、その、空母だけを狙い、あのシーンは、なんか命中、その精度が高いなと。南部さんの唯一の見せ所。あとあれか。都市帝国攻略作戦の時に、艦載機の最高を、狙い撃ちしたのが多分あれ南部さんですけど、だからまあ、ああいう描写からも、射撃精度の高さみたいなのは、まあ、伺えるんですけど、設定でね、しっかりこう、認識されていたのかは、ちょっと僕は詳しくないというか、ちょっと詳しい方がよかったら、まあ、コメントにでも書き込んでくださればありがたいです。そういえばそうか、なんか攻略本ちらっと見たら、なんか艦載機にも強化対艦ミサイルみたいなのがあるっぽくて、これは何で生成するんですかね。なんか真田さんとかに頼むのかな、真田さんのなんかその生産のとこにあったのかな。これまあね、一応ね、撃沈させる、全滅させるつもりはないんですけど、あ、やられましたね。まあ、一応主力戦艦にちょっと牽制入れとこうと。でこれね、何がしたいかというと、山本の戦力がちょっと危うくなってきたんで、帰ってこいって言おうと思ったんですけど、届かないっていうね、これちょっと焦ってます正直。この通信圏内は届かないから、これ山本を置いてけぼりにしてしまったっていう局面なんですよね。だから早くもゴールにたどり着いてクリアしないとみたいな。
今ここちょっと僕実は焦ってますね。やっぱりね、主力戦艦あの攻撃痛いんで、これちょっとね真田さんに修理してもらいつつでね、ちょっと後ろの巡洋艦たちもね追いついてきたって感じで、これまずいですね。いや最終的にこうなるんですよね、その波動砲とかであの一気にやらないと。まあでもここで一回主力戦艦級を一つ破壊しました。これ見てるとなんか もどかしくなりません？これあのヤマトだけでヤマトもっと早く撃ってくれよみたいな。なんでこう敵艦たちはこんな何回も撃ってるのにヤマト撃ってないんだよって思っちゃうんですけど、まあ多分アイコンで示されてるだけで、このアイコンの中に4隻ぐらいいるんで、まあ、その分を発砲してるっていう、まあ、感じなのかな。実質これ、まあ、アイコンでは1対1に見えるんですけど4対1ぐらいですね。3対1か今は。もう勘弁してほしいですよね、早く逃げたい。これあやばい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 ね、山本ちょっとずつ山本の隊が全滅していってますから順調に ね体力ゲージ見てもやばいね。もう早くもう雪とか斎藤とかもね登場してほしいな。これちょっとね今焦ってます、正直何してんのってもう思うかもしれないですけど、早くもうクリアしてくれ、ゴールは見えてんだから。発射。で加藤の隊はなんでここで放置してるかっていうと、この僕の中のこのあれで推理でアステロイド隊の中にいたら命中率下がるんじゃねっていうのをちょっとあの今実験してたんですけど、あの外出ちゃいました。よし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 、これでね主力戦艦級は破壊したんで、あと巡洋艦級、まあこれはね対して痛くないんで、まあ、牽制しつつゴールに向かうって感じですね、まあ、これで無事クリアだと思います。いやー強かったな。山本が全滅しなくてよかった。艦長代理、残りの無人艦隊が追撃を停止しました。停止？確かなのか？あ、はい。おそらく木星圏に接近したせいだ。無人艦隊のコンピュータはこのままヤマトを追撃すれば木星の重力に捕らえられてしまうと判断したんだろう。無事切り抜けたということか。とりあえず一安心だが。どうした古代？とうとう味方の船まで手にかけてしまったんだな。そう気に病むな古代。長官の許可なく出した艦隊を沈められたところで参謀長は何も言えん。それに相手は無人艦隊だ。人的被害は何もない。もっともこれで反逆者の汚名がますます強固なものにはなってしまったが。仕方がなかったんだよ。俺たちはこのまま前に進んでいくしかないんだ。謎のメッセージの発信源に向かってな。俺がしっかり舵を取ってやる。シマ、ありがとう。もう木星だぞ。さあ、元気出せ、艦長代理。よし、重力ターン開始。ヤマト、太陽系外周へ離脱。よし。長官、
私の報告はお聞きになったでしょう。ヤマトは、あのヤマトはとうとう友軍の巡洋艦を撃沈したんですよ。しかし無人艦隊だろう。しかも君の独断で出した君直属の艦隊だ。無人であろうが独断であろうが、我が防衛軍が多大な予算をかけて建造した最新鋭の艦隊です。それをヤマトは。しかし参謀長、宇宙に危機が迫っているというヤマトの主張がもし正しければ、そんなことは問題ではなくなるんじゃないのかね。長官、私の言っているのはそんなことではなく。もういい、下がりたまえ。長官、君は私の許可を得ずに艦隊を出した。だがそれはいい、そのことには目をつぶろう。そしてヤマトは君が無断で出したその艦隊を撃沈した。俺は確かに由々しき問題だ。しかしヤマトだって撃沈したくてしたわけではないはずだ。彼らは歴戦の戦士だ。友軍を手にかけることがどれほどのことなのか、彼らにはよくわかっている。君も多大な被害を被ったかもしれんが、彼らも苦しいんだよ。これは痛み分けだよ、参謀長。痛み分けなんだ。分かったら下がりたまえ。後のことは私が全て処理しておく。失礼します。古代、死ぬなよ。やむなく友軍を打ち破り、ヤマトは太陽系外周へと旅を続ける。反逆者の汚名は消えていない。その汚名が消えるとき、それは彼らが本当の敵と出会ったときなんだ。そして彼らの向かう先、太陽系の外周では、その時がくりと待ち構えていた。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。さてランクは何でしょうかね。はい、 B ですと。まあこの、まあなんだろうな、アイテムとか弾薬が上がるのは嬉しいんですけど、プレステ2の時みたいにね、どんどん仲間が増えていくわけではないんで、そこまでね、A を絶対取ってやろうみたいな、あの執着はなくて、まあ B だったらいいかなみたいな感じで、進めていけたらなと思います。はい、今日はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。